꼬리 문 같아요. 그래, 카키. 응, 카키야. 레몬 저유. 카사이 스키. 저도. 저 도스키. 아시타 도스키. 아시타 도스키. 자네. 昼に外で食べようよ。急に今大変な時なのお父さんそんな動けんのよあんた。いや、ちょっと行った方がいいよ。お父さんどう？そんなん言わんで、もう今いっぱいいっぱいだから。板橋に行って、板橋らへんでいいよ。500円のカレーとかで。ココイチがあるから、ココイチとかガストとか。向こうが行く時と一緒に行って、それでお母さんが車椅子で帰った。お前たち投石した後は死んじゃうよ。いや投石した後じゃなくてその次の日とか調子が良かったらだけど調子良くせんやダメよ。どうですかお父さん今治療をしている時だから今行きに行って行きならいいでしょ。外出た方がね、ストレス発散になっていい。まあ、マジで。朝食もないし。ね、カレー屋とか、そこの辺の。カレーは食べたらいけんの？カレー食べよ。ね、ガストとか、うまく。カツ丼屋とか何でもいいよ。外に出るのが大事。鍛えてよお父さん体あるけど寝ながらやったらいいかも。寝ながらこう寝ながらこと考えながら過ごしますかい。心配されればいいかな。呼吸の間に考えたらねちょっとだけね。いや、うん、なんかストレス発散とか楽しみがないと人生は楽しくないと。まあでも十分この食事が楽しいですよ。楽しいね。いや知らんけど。そんな思ってくれてれば嬉しいけど。いや、そりゃ、まあ、外出た方がいいですよ。出たら出るんだけど、あんたお父さん外出るのもともと好きな人なのよ。僕も病院だったらだけど、そういうわけにいかないでしょ。え？なんて？これ何？これ。リンを減らす。僕も飲むか。飲んだいけ。いや、微妙なのよ。普通の人は飲まんでいい。その
素成分じゃなくて他の成分。ちょっと今日は汁のスパゲッティが多かったですよ。そんなに多かった？ちょっと、まあでもいいけど腹いっぱい食べれて。いつももうちょっとないとかって。